25歳女、マーチ、クラス理系大学院を卒業して今年の4月から社会人になります。自閉症グレーゾーン先延ばし癖のある無能です。普通のバイトもキャバ嬢でも無能です。取り柄は容姿だけど男に優しくされて生きてきました。普通レベルに仕事ができるようになりたいですが自信がなく容姿で許されるのも時間の問題で怖いです。小さい時から宿題ができなかったですが今度こそマジで頑張りたいです。マシになる方法ないですか？ないです。でただマーチクラスの理系の大学院を卒業できてるので実は無能ではないと思うんですよね。なので無能だと思い込みすぎてるのと多分その自閉症が発動すると無能になってしまうっていうその能力の発動タイミングを自分でコントロールできないんだと思うんですよね。なのでとりあえず早めに結婚してください。で早めに結婚した上で自分が気持ちよく働けて能力が発揮できる仕事を探してみてください。要はなんかこの仕事やってみたうまくいかないわっていうので焦ってるんだと思うんですけど容姿がいいということは結婚可能ということなのでさっさと結婚しちゃって生活を安定させた上で会う仕事を転々として探してください。半年働いて辞めて半年働いて辞めてみたいなのを何回かやってで3番目に辞めた仕事の方がうまくいくなみたいなのでその業界に戻るみたいな形で生活を安定させた上で自分がその体調だったり能力に合う仕事っていうのを見つけた方がいいんじゃないかなと思います。